じゃあ、ゼロワン枠で。サラバガニ。サラバガニ。サラバガニ。ゼロワン枠で。何終わってんだよ。ほら、目の開けた気合い入れるぜ。やるぜ。しゃおれ。おら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 、来たこれ来たこれ。え、うるさって？なんでうるさいって言うの？すごいよな。それだけど、あります。一時期にさ、ね。すげえ俺いろんなとこのリスナーにめっちゃ嫌われてさ、そうなんだ、すごかったよ、ゼロワンみたいになってて俺、そう、俺がコメント書くもんなら両面キャロ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 、人気者になったかと思ってポジティブに余計慣れちゃったよねすげえなって。つかあの皆さんね、まずあのちょっとあの寝不足でね、あまりちょっと力になれず、それは本当すみません。ちょっと本当にあんま体調良くなくて、本当に寝れてないんですよ。おでちょっとあのあまり負担になってるんで、あの置物になっちゃってるんで。何やわけのお金をで言ってんだ、はい、お前どうした川西。それは申し訳ないっす。お前どうした。はい、本当ケレロや。本当寝れてなくて、俺寝たからな。そういう感じなんで寝かせてやれよって。これ考えたの俺じゃないよ、うん、政治だよ政治。24時間回すらしいよ、もう枠を切らないで。で次はまたマサヤ10個あります。で養分さんへ。おーありがとう。ありがとう。ありがとう、うん、ありがとうね。ありがとうね。次生産のあたりちゃうか。あ、あ、ありがとうございます。次政治かな。生産のタルや、はい、すいません。12時から、あ、だけど何歳あるか、12時から政治か。だけどお札もらっときなよ。俺さっきお札もらったし。あ、そうなの。うん、お札。おかえりありがとう。ね、わ、うん、かった。ゼロは、うん、養って。何入ってるの。なんで、兄貴肌だろ、ゼロは。ゼロは兄貴肌だろ。パルばっか甘やかしいいんじゃないの。たまには本当にね、まともに寝てないと思うよ。俺のことも甘やかしてくれて、指おごってあげるよって甘やかしてる、うん、俺にもおごって。ええ、おごってや。いいよ。いい、うん、何おごってくれるの。何がいいの。俺ハイブランド。ハイブランド助けてもらいに来た。え、つけた。なんで、なんでいいじゃん、うん、いいだろう。やる気ないならつうか、寝てないもんはたまにはこういうのでいいんだよ。眠いもんは眠いんだから仕方なくない。そうだろう、うん、なあ、ゼロワンは今ダルクに通ってんだよ、うん、だって自分よりひどいギャンブル狂いを見てギャンブルから脱出してんだよ。10個あります。なあ、更生施設来てんだよ。だらだらまったりでいいじゃんな。あんまりもう やかましいのとか俺ついてけないわけよ。え、普段いつもやかましいギャンブルやってて、よっしゃーやったーって余裕はな。え、そういうのはいいんだけど、いいよ、そういうのね、余裕はな。テンションについてけないとこも正直あるんだよ。で俺がちょっとやっぱもう、なんでそんな大人ぶってんの。いや、置物になってんのも分かるんだけど、もう仕方ないじゃん。なんでそんな大人ぶってんの。いや仕方ないなと思って。いいじゃん、お前アムチンとかにも勝つんだから。いや、たまたまだよ。あれすごかったね、5ポイントさ。いいよな。リスナー分けて。何リスナー分けて。そんなにいないでしょ、ね、ゼロは。ヨブのが多いでしょ、分けてよ。ヨブさんのが多いでしょ。誰分けてくれるの。誰どんどん流れてる流れてんじゃねえかお前。流れてるよ、俺見なくなったって。うまいこと取り込んでんだろう。取り込んでねえよ、おめえだって俺のところから流れてきただろ。流れてこねえよなあ。ほんとうまいよな。おめえやれ。ほんとリスナー泥棒だよな。
詐欺みたいなやつだな。お前だよ。本当に。愉快みたいな男だからね、こいつ。なんかあると、すぐあれするんだよ。え？みんな鼻毛にあの無料だけでも。うん。なんかイベント最終日らしくて。おすすめ規制だからな、鼻毛。わざわざ検索しないと出てこないからね。鼻毛って。あ、みーちゃんありがとう。鼻毛って打たないと出てこないんよ。いいね、これ。何？2位じゃん、俺。ワン、ツーフィニッシュじゃん。お前が1位いくだろう。いやいやいや。いいですよ。2位でいいですよ。今回は頑張りたいんで、お願いしますよって。いつの話？いつも言ってるだろう。毎回、今回はやりたいんですよ。来た！来た！ 10 倍来たって。そんなに見てる？見てる。見てるか？見てる。俺、いつも見てるよ。見てる？お前だけは死ぬまで一緒にいてやろうと思ってるから。どんだけ見てるの？俺が潰れるときはお前の足も掴んでやるよ、俺。どんだけ見てるんだ。なあ、ずっと一緒だ。ワンツーだよ、ワンツー。ほんと元気やな。え？ワンツー、ワンツーだよ。そうだろう？今29よね。ありがとう。ワンツー、ワンツー。29だから。ワンツー、ワンツー。あと5年後多分このテンション絶対。ないよ、弱ってくるかな。絶対弱ってくる、やっぱ弱ってくる。コグレン使う？何？コグレンつけるか。いらないじゃん。いらないか。うん、広告いらないだろ。焼肉とか食いたいな。ゼロワンって焼肉あんま食わないよ。好きだよ。この前行ったよ、近所の。マジ？うん、ゼロワン家の近くの、うまいとこあんの？めちゃうまいとこある。マジで？あ、10個あります。ありがとう。ありがとう。マジで？ありがとう、助かります。剣道とか2個じゃん。ありがとうございます。みんなあの鼻毛にもお札あげてきてね。お札、お札じゃん。旅のね、足しに足してもらいます。カプセル、ありがとう。なんだカプセルって。ありがとうございます。ああ、そのイベントなの？後半。そうそうそう、後半。うん、つかおとなしくていいよな。だけどお前のなんかあのガチャポンのやつさ、うん、1位だけが特別なやつなんでしょ、うん、あ、ペンギン。俺それちょうだいよ。やだよ。すまね、交換しよう。やだよ。何位だったの？俺3位。3位だったの？なんかリスナーさんにあげようかな、一番課金してくれた、うん、ガチャポン。特別なやつね。特別なやつあげたらお前金しかもらってんねんじゃねえかよ。うん、何考えてんねん。あげようかな、この野郎。俺すぐあげちゃうんだ。じゃあイベント出るんじゃねえ、この野郎。ありがとう。え、うん、ありがとう。俺のあと交換してよ。いやだ、とか酒臭い、結構飲んだな。え、酒臭いぞ。おかしいな、歯磨いたはずなのにな。おかしいな。鼻毛はね、検索しないとダメよ。ケチ用文でなんで、ケチじゃないよ俺ケチか。ケチじゃないよな。ペンギン箱に。絶対俺ケチじゃないけどな。とか、みんなそんな有料大丈夫だよ。あの、前回ありがとう、頑張ったから嬉しい。お札だけ投げてください。タヌキにしたつもりだ。それでね、十分なんで。ペンギンにしてた。ペンギンにしてた。オープンからありがとう。ありがとう。ちょっとあの、12時までまったりしてもう寝ますんで。お疲れ様、はい、ありがとう。ちょっとあの、なかなか配信やれなくてごめんなさい。かわいい、かわいい、ブーちゃん。ありがとう。ブーちゃん、ブーちゃん叫びて寝て寝かせに。お願いします。ありがとうございます。おとなしいのって別に悪くなくない？別におとなしくてよくないね。うん、おとなしくていいじゃん。クール狙い始めて、おとなしくていいじゃん。すごい、ありがとうございます。あ、10個あります。ありがとう。クール狙い始めてんだよ。タヌキにしたつもりだったんだよ。何あれ、もクールっつーか、あのダンス練習行く。何ダンス、なんかダンスレッスンとか行くとかで、どこまで配信見てるんだよ。発声練習みたいなのもすんでしょ。どこまで見てるんだよ。キグルジム1回でも行ったの？1回しか行ってない。1万払ったのに。何やってんだよ。ジム行ってない。ジムなんかどうせ行かなくなるんだからやめとけって。その分音カチしろって。いや、音カチもやめる。音カチやりたい。楽しかったな。鼻毛のやつでやるよ。え、鼻毛のやつで。ダメだよ、また俺狂っちゃうよ。俺もパルパルと同じぐらいやばいのかもしれない。もうやらせない。え、聖司は隣の部屋で今くつろいでる。やらせないよ。逆にゼロワンに乗るから勝たせてよ。あ、ありがとうございます、みんな。ありがとうね。競馬やれよ、競馬。いや、もうギャンブルやらない。全部？もうなんか飽きた、つまんない。ギャンブル？うん。つまんないよ。次の趣味見つけるわ。
な、お前趣味なんか何ないだよ。なんか、何あ、決めた。おお、やっと俺の趣旨が決まった。どうした？決まった。川西、もう一度クルちゃんと戻りたいとか。違う、違うんだ。もう一度やっぱ、うん、恋愛したい。もう一度ってしょっちゅう恋愛してんだろお前。いや、してない。なあ、お前ぐらいしょっちゅう恋愛してる男いないぞ、配信者で。政治ナイス抜かれた。復縁とかじゃなくて。よう言うわな、しょっちゅう恋愛してるわな。マジで恋愛したいですやっぱり。好きだよ、好きって。ハロはもう爆睡してるよ。僕は依存してる。しょっちゅう恋愛してるんだろ。新しいね、新しい、やっぱ恋愛したいですよ。まあ、しょっちゅう恋愛してるのにな。いや、してないよ、そんな。政治からもありがとう。4人ぐらいしか付き合ってない。4人もいる。3年でね。見てる。3年で。3年で。3年で4人って少ないでしょ。どうなんだろうな。お前大人だからな。うん、少ないよ。そんなね、ポンポン付き合ってないよ。別にだから、なんだろう。気がすごいんだよ、パルの。クルちゃん、あ、長かったか。もう一度恋愛したいです、やっぱ恋愛したい。クルちゃん長かったって言うけど、27回か8回別れて付き合っててんのよ。寂しくて。と言いましょう、あれです。27か8。1年ぐらいで27か8。ラスト頑張って。すごいぞ。おやすみなさい。誰か拾ってください。おかゆりちゃんでいいじゃん。おかゆりちゃん、お気持ちすごい。おかゆりちゃん、おかゆりちゃん可愛いの。おかゆりちゃん可愛いよ。おかゆりちゃんちょっと顔写真送ってみて。なんでそれ手出すの。チータありがとう。え、いや可愛いか可愛くないか見て。可愛かった。普通に可愛い。じゃあなんで付き合わねえんだよ。可愛かったらお前すぐよ付き合おうとかって言うだろ。分けありなんだ。分けあり、ありがとう。言えないこともあるでしょ。手がないから。リスナーのこと知ってても配信で言えないことってあるよね。既婚者が、うん、何も言わないけど、うん、訳ありっつうか、いろいろあるんだって、うん、難しいんだよ。その壁壊せよ。え、その壁壊せよ。燃えるだろ。燃えるだろ。燃えるだろって。完全に燃えるだろ。おかゆりちゃんでいいんだって。ああ、はい、こっちも。おかゆりちゃんにする。おかゆりちゃん、まさかあの、おかゆりちゃんは、あっち系じゃないよね。ありがとう。こっちじゃないよね。何、こっち、おかゆりちゃん。違うよ。あ、違う。じゃあいいじゃん。でもね、実は50歳とか。酒好きだよ、多分。知らん系かもしれない。知らん系なの。知らん系かもしれない。こんないつもなんか、あの、穏やかな感じで書いてるのに。知らん系かもしれない。もしかしたら。そっち系なの。うん、いいじゃん、あれで。ありがとうございます。ゼロは知らん系ダメでしょ。ゼロニャンでいいんだって。え、ゼロニャン幸せにしたい。ゼロニャンからありがとう。ゼロニャン誰のこと。あの、家引っ越ししたゼロニャン。ブロックされた。あ、ブロックされたか。うん、ゼロニャンって何代目までできたの。12代目らしい。次が12代。11代目まで。11代に今止まってんのか。今一応春ニャンっていうのが一応いろいろやってくれて。春にゃん、うん、ゼロにゃんは嫌らしい。だから春ににゃんをつけて春にゃんになったんだ。春にゃん、うん、なんで毎回おばあさんなの。何何言って。いやいや、面倒見。毎回みんなが同じ顔してる人だじゃん。同じ顔はしてないんじゃない。ゼロにゃんと春にゃんも顔似てるだろ。似てないでしょ。なんでみんな毎回同じようなタイプなんだ。いやいや、面倒見いいんだよ。みんな同じだから、うん、クローンだよ。ママみたいなね。ママ、うん、一体お前のママは何人いるんだ。いや、いっぱいいるよ、うん、お前のへその緒は何本繋がってたんだ。ありがとうございます。たくさんあるの。すごいな。俺もママ作りたいな。ママっつうか、俺が何もできないからいろいろやってくれるんだよ。へえ。だけど優しいやな、うん、ゼロワンの優しいよ。リスナーあったかいやつ多いと思うけど、ね、ほら、いや、いいと思うよ。だリスナー鏡なんだよ。うん、うん、じゃあおめえちゃんとよ、しっかりしろよ。おとなしいでしょ、そんなね。ゼロはうちのリスナーって根強いな。攻撃しないでしょ、なんかいちいち根強い。うん、
なんだかんだ強いよ。なんだかんだ。カプセルもあれだっす。おとなしくはねえな。温活しません。もう半分帰ってきたから、100万負けて50万ぐらい帰ってきたからもうやめます。勝ったんだ。うん、勝ってねえんだから、あと50万取り返すんだから。2日間で50万取り返したから。1回50万取って、バイプッシュ、バイプッシュ。もう病気だよ。頑張るぞ、ゼロ。もう、え、さっき100何万で300万とかもおかしいから。やばい、この人。一番やばいよ。パルパルよりやばいよ。やばいって。お前が俺おかしくさせるんだよ。音感じやらせんなよ、じゃあ俺に。100何万使うんだよ。お前、俺のこと潰そうとしてるだろ。協定で。だって俺の隣でさ、協定で、音感じとかやり始めたりとかさ。配信外で100何万使ってんだよ。また5倍。やばいから。これ俺、潰されるんじゃねえのか。違くて。え？ 10 万かけてるんだよ、3連単に。おかしいでしょ。おかしいよ。10万を、だから一番狂ってるよ。一回ギャンブルでスイッチ入るとヤバくなるんだよ。倍で始めたよ。ほんとやめて。だから俺、音カジもやめ、触らないようにしよう。うん、俺はもうやらせない。